戦艦、三笠の項目、j ン、S ・ファイティング・シップス1906から07、エディテッドバイ・フレット・ T ・ j ン、パブリッシュドバイ・サンプソン・ロー、マルステン、1 9 0 6ジェーン海軍年艦は、英国で出版されている年艦。軍艦のみを扱う、オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップスというタイトルで、創刊されたが、扱う、対象分野が、徐々に広がっていき、軍艦を扱うものは、 ジェーンズ・ファイティング・シップスとして、ジェーン年間の一つになっている。1898年に、ジョン・エフティ・ジェーンが創刊して以来、毎年発行されている。出版社は、ジェーン・インフォメーション・グループの親会社であるアイチェス、マーケット社である。本文は英語であり、各国の海軍などに配備された軍艦の選手ごとに、性能、装備などがまとめられている。一般に、 官邸の基礎情報に関する代表的な資料であり、各施設、研究機関のほかに、戦前から現在に至るまで、各国の主要官邸にはこの年間が常備されている。報道や出版物発行の際に本書が引用されることも多い。1898年の総刊当時、ジェーン年間は、オールザワールズ・ファイティング・シップスというタイトルで軍艦のみを扱っていた。 しかし1909年、航空機を扱ったジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフトが観光されるなど、同年間は徐々に対象分野が広がっていき、軍艦を扱う年間はジェーンズ・ファイティング・シップスというタイトルで発刊されるようになった。イギリスで発刊されている都合上、西側諸国、特に欧米系のデータは詳細だが、アジア系のものは5機が散見される。また、 冷戦時代の名残で、旧東側諸国についてもしばしば実態と異なる記述がなされている。その中でも、1990年代末頃に多くのロシア海軍艦艇が極端に活動を低下させたことから、ジェーン年間では相当数の艦艇が除籍されたものと誤認し、記述を抹消した事例が挙げられる。間違いに気づいたジェーン年間は後日記述を復帰するという異例の、 修正を行っているが、実際に現役の確認がされている鑑定についても修正が実施されたのは一部についてのみで、多くは抹消されたままである。CD およびマイクロフィルムでも入手することができるようになったが、近年では記述量の増大やカラー化で価格が上がっている。為替相場の変動なども加わり、ここ数年は一冊十万円を超えるようになってしまったため、 個人レベルでの入手は困難になっている。また、個人レベルでの購入が期待できなくなったために、取扱いを中止した書店もあり、ますます入手が難しくなる悪循環にある。2019年現在、公式サイトから直接購入できる。ファイティングシップスイヤーブック19-20のジャパン向け価格は15 US、1570US ドル。 ABC リサーチナビ国会図書館2018年6月22日 ABJANES Fighting Ships Yearbook 1920 The Official Online Shop for J&E S Magazines Yearbooks and Directories Available Zuby In Print Digital or Online Subscriptions JANES Online Shop ICES Market 2019年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ 2019年8月16日閲覧、ありがとうございます。